今日は曇りですが、やはり秋になると寒暖の差が激しくなってきます。体調には気をつけてください。一番何かを考えるというまあ選択肢が求められる時もあります。今現在それが自分にありよく考えています。そういえば Google がスーパーコンピューターの1万年分の計算を3分で終わらせる次世代コンピューターの計算に成功しました。何だったかな、本当画期的なコンピューターだと考えられます。しかし大掛かりで一般家庭には普及しないでしょうが、このコンピューター本気でターミネーターの世界へ近づいているような気がします。 AI が意思を持つそんな世界がやってくるのかもしれません。現在開発されているロボット、無人機などはそうまだまだ悪影響とはなっていませんが、今後出てくるハイテク戦闘機などかなりの脅威となるでしょう。プログラムを AI が勝手に書き換える、無人で飛んでいくという操作もできるかもしれません。今後世界はかなりのスピードで進んでいくでしょう。防衛はもうすでに国対国だけではなく、他の団体組織などありとあらゆることを想定しながら進んでいくしかありません。私たち人が今後どれだけ時代に対応できるかわからなくなってきています。私の考えるやはり未来はもう人が働く時代じゃないと
考えます。人はもう遊んでいるのか、はたまた機械に使われているのか、そこはわからないですが、もうじき自動運転などのいろんな車や飛行機、船など出てくるでしょう。すべて電気、もう電気の時代へと突入します。それか宇宙空間に住んでいるかもしれません。まだまだ宇宙空間への気軽な旅行とはならないですが、やはりそれほどの夢があります。日本のハヤブサなどの技術を生かし、宇宙空間の探索へ出かけるかもしれません。非常に今後の未来予想図がつきにくい色んな兵器を開発していますが、そんな兵器も必要でない世界が来るといいと考えます。やっぱり平和が一番です。そんな平和な世界も100年どうなるか分かりません。今日本は戦争のない戦争をしない国として防衛力を高めていますが、最近極東アジアの情勢もなかなか北から南一旦気を緩めると厳しい状況へと追い込まれる状態に突入しています。防衛力強化は必須であり、今後10年大きな転換期でもあるでしょう。あとは世界経済がどれだけ踏ん張ってくれるか、
こが鍵を握ると思います。多くの近隣諸国に経済的なつながりが今ではどの国も関連付けられています。一国同士の取引ではなく各各国、世界各国との貿易により日本も成り立っています。一番はやはり仮想通貨がどうなってくるかも問題となります。あれが本気で自国通貨になるとするとちょっと怖いような気もします。それでは。